アメリカ合衆国国立公園局は、アメリカ合衆国連邦政府の政府機関の一つ、国立公園システムを所管している。国立公園局は内務省の下部組織である。1916年8月25日に制定された国立公園局組織法に基づいて設立された。局長は内務長官によって任命され、局長人事には上院の承認が必要である。 職員数は、常勤職員約1万5000人、臨時職員約5000人である。これに加えて、毎年約14万人の公園ボランティアが、職員の活動を補助している。国立公園局は、国立公園の他各種の保護地域や分遺産を管理しているが、これらの管理対象地域は、国立公園システムと総称されている。 国立公園システムは391箇所のユニットから構成され、その総面積は8400万エーカーに達する。これらの中で国立公園の名称で指定されているユニットは58箇所で、あり他の名称のユニットとしては以下がある。複数の物件が一つのユニットの構成要素となっている場合もある。例えば、エリス島と自由の女神像は共に、 自由の女神像国定記念物という一つのユニットの構成要素となっている。なお、上記の名称で指定されている物件の全てが国立公園局の管理下のユニットとなっているわけではなく、所有者は元のままで関連地域として指定されている物件もある。こうした物件の所有者に対して国立公園局は技術的、財政的な支援を行っている。 国立公園局の下部組織には、合衆国公園警察、自然保護官、歴史的建造物調査所などがある。他に、国家歴史登録材、自然ランドマークなどの制度も所管している、パークレンジャーと車両、ありがとうございます。